スパンタックスの CV-990。スパンタックスはかつてスペインに存在したチャーター航空会社。1959年にスパニッシュエアタクシーの名称でカナリア諸島に設立。スペイン初の民間チャーター便会社として誕生した。1963年にスパンタックスに名称変更。 コンベア CV990 やダグラス DC-9 などの機材を使用し、国際線も運行していた。同社は生産機数が少ない CV990 を1980年代まで使用していた唯一の航空会社だった。しかし、1970年代から小さな事故を多発するようになり、安全性に疑問を持たれるようになった。さらにオイルショックによって、 燃料価格が高騰すると燃費の悪い CV990 を運行していたスパンタックスは大打撃を受けた。それでも1977年にはワイドボディ機であるマクドネルダグラス DC-10 を導入。1980年代に入ると夏の観光シーズンにダグラス DC-8 で東京向けのチャーター輸送を行うまでになった。 ところが、1982年に、マラガ空港で DC-10 のオーバーラン事故により50人が亡くなる惨事を起こしてしまい、チャーター契約は激減してしまった。その後、ルクセンブルクの投資会社によって買収され、ボーイング737から300などを導入して、経営の立て直しを行ったが業績は好転せず、結局1988年に倒産してしまった。 ありがとうございます。